それでは早速ここに並べていく素材を確認していきましょう。メディアブラウザーのパネルにすでにいくつか素材が表示されています。1枚これをプロジェクトパネルにドラッグ&ドロップで読み込んでみます。プロジェクトパネルのメニューからプレビューエリアをアクティブにします。そうすると選択されているムービーの詳細が表示されます。このムービーの素材が 1920×1080 の 59.94p 60コマの映像だということがわかります。まとめて他のクリップもドラッグ&ドロップでプロジェクトパネルに入れましょう。では早速このクリップをダブルクリックしてインテンとアウトテンを打っていきます。インテンを打ってメガネをかけてですかね、アウトテンを打ちます。今回は映像のみを使うのでビデオのみドラッグを使ってシーケンスに並べます。そうするとクリップの不一致に関する警告が表示されます。今我々が作ったシーケンスは 1080×1080 の正方形のシーケンスになりますので、載せようとしている HD の映像が画面の大きさが一致しません。それでこの警告が出ています。もしシーケンス設定を変更を選ぶとシーケンスが HD に変わってしまいます。現在正方形を維持したいので現在の設定維持をクリックします。そうすると正方形シーケンスの中に HD の映像が並びました。再生してみます。いいですね。今回は効果的な広告を作りたいのでスローをかけてみたいと思います。クリップを右クリックして速度、デュレーションを選びます。速度を 50% にします。倍のスローですね。ゆっくりとした動きにします。そうしますと再生します。メガネをかける動作がゆっくりになりましたね。このように他のクリップもどんどんとシーケンスに並べていきたいと思います。はい、このようにしてですね、使いたいクリップを正方形のシーケンスに並べてみました。